皆さんこんばんは、ケワイシヒデです。メイクアップのですね、検定3級検定の審査員をしてまいりました。今回はね、本当に皆さんね、高校3年生がその自分がこれから美容の道に進むということで、もう本当に検定を受ける、その検定を受けるその姿にね、本当にね感動しますよね。今の若い方をやっぱ応援する大人が本当にしっかりと自分の軸を持ってですね、やっぱり後ろ姿を見せていかなあかんなということをね、改めて思った次第です。ちょっと今回不合格の人がちょっと数名ちょっと多かったですけどね、多かったけど、まあ、そこは、団長の思いですね、次の伸びしろを、この可能性をかけてね、もうちょっとここはこうした方がいいやということで、あえて不合格にすることもやっぱり、本当は辛いんですけどやっていくというね、これ自分にも戒めの気持ちで話します。やっぱり自分が簡単にできていること、例えば、フリーランスになっていろいろと事業をしている人の中に、なんかこう何気なく数年ずっと過ごしてきて、別に人に文句言われなくって、お客様にはそんなにクレームがなかった、なんかこううまくね、そつなくこなしてきた人にこそ言えること、そういう人にこそ陥りやすい現象というのが今回の受講者の中にあったわけですね。それは何かというと、やっぱり検定というのはまたちょっとある種こう新しい、このなんていうかな、その基準の中での自分のレベルが今どんな状況かというところをこう第三者の目線で判断するということなんですけど、もちろん もう数年やってきたメイクアーティストであったりとか、数年やってきたメーカーのアーティストであったり、数年やってきた美容師さんのメイクアーティストであったり、まあ、いろんな人が来ますけど、その中でやっぱり自分はこれでいいって思い続けてずっと数年来てる人っていうのは成長が止まるんですよね。だから、まあ、僕は自分が今これでいいとは言えません。もう常にね、これでいいんかってすごく模索しながらね、本当はですよ、お客様の前ではそんな自信のないことは言いませんけど、本当にこういう世界というのは答えのない世界なんで、常に自分が、これでいいって思ってしまうと成長は止まると思ってるんですよね。でも今回の受講生の中にもね、若いのに20代やのに なんか成長が止まってしまうっていう感覚になってしまってそうな人がおったわけですよね。まあ、そういう人が、まあ、結構不合格になったんですけどね。それはどういうことかというと、私はこの技術ができたからいいでしょう、私はこんだけのことやってきちゃうからいいでしょうっていう話で、口にはしないけどそういうオーラが出てる人っていうのは、もうすごく一般のお客様が来た時に、あ、こんな人にメイクしてもらいたないわっていう感じになるんですよね。それは技術が良くってもやっぱり、例えばそのコミュニケーション的なこととか、お客様に対するマナーであったりとか、お客様を、に対するその自分の押し付けではなくって、お客様のこうニーズをどういうふうに引き出していくかっていう、そういうスキルっていうのがやっぱりね、上目線になってしまって、若いのにそうなってしまうということは非常にですね、怖いんですね。だからそういうところを今回はですね、すごく改めて、僕らは、見てですね、アドバイスをしたわけです。